タデマの冬用タイヤの着用の啓発活動を行っておりまして、はい、鳥取との県境が近い奈義町大阪の国道53号です。啓発活動は雪による車の立ち往生や事故を未然に防ごうと国土交通省や警察が連携して毎年この時期に行っているものです。岡山国道事務所の職員らがタイヤの確認やドライバーにチラシを渡すなどして雪道での安全運転を呼びかけました。安全に道路を使っていただくためにもですね、早期の冬用タイヤの着用とですね、チェーンの携行をお願いしたいと思います。今日呼びかけを行った107台のうち冬用タイヤを装着していた車は38台、チェーンを携行していた車は20台だったということです。